青き扉が開かれる時、訪れるものは希望か破滅か。今ラグナザ・ブラッドエッジ最後の戦いが始まる。美しいビジュアルと重厚な世界観により多くのファンから支持を集める 2D 対戦格闘ゲームブレイブルーシリーズがついに完結。主人公であるラグナザ・ブラッドエッジをはじめ個性豊かなキャラクターたちが登場する本シリーズ。今作より新たにナオト黒金、響琥珀、ナイン・ザ・ファントム、冥王イザナミがプレイアブルキャラクターとして参戦。さらに家庭用追加キャラクターとして S、マイ・夏目の参戦が決定。総勢34キャラクターが登場し、より熱いバトルが楽しめる。もちろん遊び方はバトルだけではない。世界観を楽しみたい、一人でじっくり遊びたい、世界中のプレイヤーと触れ合いたいなど、さまざまなプレイスタイルに合わせたモードが用意されている。そんなシリーズの集大成と呼ぶべき最新作ブレイブルーセントラルフィクションについてご紹介します。ストーリーモードでは豪華キャストによるフルボイスと合計30時間を超えるボリュームで楽しめる。青をめぐる物語、それは記憶をなぞる予定調和か、あるいは神の見る夢か。その真相はぜひゲーム本編で確かめてほしい。本編冒頭では過去のシナリオを振り返ることができる。また主要な用語を収録した用語集はストーリーモードプレイ中いつでも開くことができるので、本作がシリーズ初の人も安心。基礎から教えてくれるチュートリアルモードや連続技に挑戦するチャレンジモード、さまざまな状況を再現できるトレーニングモードなど、やり込んだキャラクターでライバルに差をつけろ。アーケード版で好評を博した各種モードを搭載。新たな視点で物語を楽しめるアーケードモードに加え、スコアアタックモード、スピードスターモードで世界中のプレイヤーとオンラインランキングを競う。グリム・オブ・アビスモードは魔導書とさまざまなスキルを組み合わせてキャラクターを強化しながらダンジョンの深淵を目指す新モード。数あるダンジョンをクリアしていくことでより強力な魔導書やスキルを手に入れることができる。自分だけの最強の魔導書を作り上げよう。オンラインで世界中のプレイヤーと対戦ができるネットワークモードももちろん搭載。オンラインロビーでは自ら設定したアバターを操作して大勢のプレイヤーの中から対戦相手を探すことが可能。プライベート空間でゲームセンターさながらの対戦が楽しめる。プレイヤーマッチでは他のプレイヤーをマイルームに招待して対戦できる。さらにマイルームでは多種多様な家具でアレンジが楽しめる。個性的なルームを作ってみよう。あなたのプレイスタイルに合わせた楽しみ方がきっと見つかる。最高のエンターテインメント体験をお届けします。これはあらゆる夢の終焉、セントラルフィクション。そして最後に真なる青をつかむ者は、次世代 2D 対戦格闘ゲームブレイブルーシリーズ最新作ブレイブルーセントラルフィクション。プレイステーション4、プレイステーション3にて2016年10月6日発売。早期購入特典は新キャラクターがすぐに遊べる S ダウンロード用プロダクトコード、豪華3大特典が同梱されたリミテッドボックスは初回数量限定生産。どのアイテムもファン必見のものばかり。シリーズ集大成として満を持して発売するブレイブルーセントラルフィクションの発売はもう間もなく。くれぐれもご予約をお忘れなく。